はい、どうも、ワイワイです。さあ、本日はですね、いやー、珍しいですね。こういったゲームをご紹介したいというふうに思います。戦国プロビデンス。こちらはですね、DMM ゲームさん。よく知られているゲームで言えば、カンコレ。そういったゲームが出ているところ、全く同じところですね。この戦国プロビデンスをプレイしていきたいというふうに思います。まあ、こちらのゲームはですね、PR 動画ということで、まあ、紹介程度に収めさせていただくんですけれども、まあ、私の中でね、光った部分とか、まあ、もしくは、こちら、ちょっとご説明したいなと思う部分とか、そういった部分をご紹介していければなというふうに思ってます。さあ、では早速始めていきましょうか。この可愛い、このイラスト。これちなみにこの真ん中にいるの誰かわかる？みんな。これ、まあ、当てられる人いいヒント思うけどね。織田信長らしい。これが織田信長なんだってよ。さあ、行くよ。さあ、ということで、こちらがですね、最初の場所というかな、最初の画面になります。まあ、まあ、やり方の説明というよりは、もうやっていって、ちょっとどんなものかっていうのを見ていただければと思うんで、早速出陣したいと思うんですけれども、とりあえずね、ランクは8、少しだけプレイしました。で、まあ、ここは経験値の部分で、まあ、体力とかね、よくあるブラウザーゲームのものかと思っていただければと思いますね。あと、この、言霊かな、これが、まあ、言うたら、この、なんていうの、お金払ってね、例えば課金したりしたら増やせる部分かと思います。ただまあ、ガチャはね、もうちょっと後でちょっとガチャ引こうと思うんですけど、まずはね、どんなゲームかっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。さあ、来ました。これは難易度普通で私やってるんですけれども、ここですね、ストーリーモードみたいなところがあります。で、織田信長、豊臣秀吉、とかあります。で、私はですね、この織田信長編、これ織田信長なんですけれども、第5章、ここの部分までプレイしました。第2話まで。第5章の第2話までね。で、今回はですね、この織田信長のところ中途半端にあってもあれなんで、豊臣か徳川、もしくは武田信玄、上杉謙信とあるんですけれども、まあちょっとね、豊臣秀吉、この緑かな、これをクジャクみたいな頭にね、これ刺させる人、これやってみたいなと思うんですよね。途中からでもできるのかな。お、来ましたね、第1話、秀吉参上。ちょっとね、見ていただきたいんですけれども、これ喋ってくれるんですよ。探先を探すために各地を放浪するお兄様と私。仕官先が全然見つからず途方に暮れていました。これね、こうやってね、喋ってくれるのね。まあ、ブラウザーゲームってワイワイあんまりやらへんから、これが普通なんかどうかわからへんけど、喋ってくれるよね。あとね、ここに絵出てきたりするから、有力な情報を手に入れることができたのです。あら、そう。あれ、向こうにあの大阪城、あ、来た。どうやら織田家と今川家が戦をしているらしい。主人公ね、これ。それに参加してみようと思うんだけど、どう思う？あ、いいよ。それ、いいよ。え、また戦場に行くんですか？お兄様、あれほど嫌がっていたのに。えらい、可愛らしい、これ。どうしたんですか？すごい可愛らしいやん。正直、もう職を選んでる場合じゃなくなっちまったんだよ。ものすごいええ声やな、ほんで。俺の声とかどないなんねん、これ。手に職を持ってないと辛いよな。辛いね、手に職を持ってないと辛いよ。お兄様、女の子を揉むのは得意なんですけどね。やかましやかまし、そういうこと言わんでええから。そういうこと言わんで。そういう誤解されるようなことを言うのはやめて。待って、俺も誤解されるようなことになるやろ、それ、ルリちゃん。やめろ。ルリが頑張って働いてきます。あ、お兄様は家で休んでください。いや、まあ、そんな無理や、そんな無理や、そんな。前髪パツンで、そんな無理やって。それは兄として終わる気がする。とにかくここは腹を決めて戦で活躍して取り立ててもらうしかない、取り立ててもらうしかない。それはもうね、ということで戦いが始まったわけですね、これ多分。お、戦場では千姫により激闘が繰り広げられている。まあ、千姫というのが、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、カードみたいなもんですね。ルリちゃん、キャラクター。帰ろうか。早っ、お兄様、心が折れるの早すぎます。その時主人公に向かって流れ矢が飛んでくる。おお、現れた。何者かが覆いかぶさるようにして倒れ込んでくる。それにより矢が刺さる。なんとか助かったよ。助かったよ、緑。もうね、戦場で立ち止まるなんて自殺行為だ。まあ、そうな。どうしたどうした。そうだよな、危なく流れ矢で死ぬところだったよ。おで、どうしたんだ。僕の顔をじっと見て。なんかあった。納豆がなんかついてる。いい男って。はやってよ。はい、やってよ。私から一つ提案があります。おう、どうした。提案？ん？なんだ急に。僕は一刻も早くこの場から立ち去りたいんだが。頭に刺さってるやつは何なんそれ。私と結婚するというのはどうでしょうか。嘘、プロポーズ。意味がわからねえ。早いわ。てか、まずはこの危機的状況を何とかするのが先だろう。
千姫により激闘が続いている。はぁー、とりゃー、おー言ってるね。一理ありますね。では邪魔者を排除しながら戦場から出ましょう。そこでゆっくり愛を語り合うのです。おうおうおう、勝手に決めるな。語り合う、うん。ドリャー、ドケドケドケ、すごい派手やなお前。秀吉が周りの千姫を蹴散らしながら突き進んでいく。どうしましょう。あ、ルリちゃん、あれ今日ルリちゃんいつもよりパッツンちゃう、うん、本当はもう関わり合いたくないけど、ものすごい人数に囲まれてるからな。そうやね、命の恩人でもあるしな。おう、助けるしかないよ。それ助けに行こう。うん、来た。危ない危ない危ない。ちょ、待て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 、あぶな、今始まったけどね。ちょ、ごめん、一発撃っちゃったけどこれが戦いモード、普通にやるモードですね。さっきのはストーリー、まあゲームとはあんま関係ないというか、まあ見ても見なくてもいいんですけど、これがまあワイワイが持っている千姫たちです。4人います。まあちょっとだけ強くなってるだけでね、まあほぼ初期メンツと変わらないんですけれども、まあ、これが敵で、ワイワイがこの攻撃ボタンを押すと、こいつに攻撃することができます。うん、でなんか手に入れていってるけどね、これ勝利と出ましたね。これを何回か繰り返していきます。ただ、ここにはですね、相性の問題があってですね、まあこう色見たらわかると思うんやけど、ここほら赤は有利ってなってるやろ。でこれ緑のやつはね普通なんよこれで。やっぱりこうなんていうの、じゃんけんみたいなもんでさ、グーにはパー、パーにはチョキみたいな、そういったやり方がやっぱり必要なのね、戦っていくにあたって。だからまずこいつはこの、まあ、水やと思ってくれたらいいわ。この青が水やからこいつ火やん。だからこれで属性としてはいいと。逆にこいつは火と火やから別に対して、特よくは強くはないと。逆に言うとこいつは火やから水に弱いよっていう、まあ、そういった相性が、まあ、あるってことね。まあまあ普通のことなんで別にそんな、今から言うべきのことではないけどね。ちなみに多分この緑は、まあ草というか、まあ水に強いね、植物的な意味合いなんでしょうかといったところです。でこれでまずこうやって倒していきましたね。 OK です。さらにはですね、ちょっと特殊攻撃みたいなのがあります。さあ来た、敵将現れたか。これ敵将が現れましたね。ここでね、こういったところボタン、これね2つあります。でこいつが豊臣流、槍の技かな、水流槍って書いてますけれども、まあ、この技を使えるんですね彼女は。でそうやな、一回じゃあこれ使ってみる。この一番右のやつ 99% 全体攻撃っていうやつ、これちょっと一回使ってみましょうか。はい、情けで刃を鈍らせてはいけない。いった、オンライン、いった。今のでちょっとね、毒攻撃になる可能性もあるという。さあでは次はですね、この子ですね、この子で、ちょっと技を使ってみたいと思います。普通の攻撃ね。で次これ、豊臣流弓の技、火炎球かな、という技、まあ、1対2攻撃で、これ実はね全体攻撃じゃなくて味方を 30% 回復するって、まあ、そういう技を持ってるんで、ね、まあ、こいつに対して有利やからこいつにちょっと使ってみる。火炎球、私の実力を見せてあげるよ。おー強いね。でこいつね、緑のやつ、まあ、こいつは別に持ってないんですよ、特に特殊な技を。だから普通に攻撃してもらって、よし。でこいつやね、こいつもなんか技持ってるみたい、ね、でこれが回復するやつかな、薬草って書いてますね。でこれは、まあ、160% の単体攻撃を与えますよということなんで、まあ普通にじゃあここら辺行ってみましょうか。 OK です。ちなみにこの紫はなんか闇属性みたいなことだと思うんですよね。これに対する光属性みたいなものも、一度確認はしております。まあ普通に攻撃しようか。普通にじゃあこいつ攻撃する。こいつでこれ倒すやろまず。 OK。ほんで火が得意やから倒すと思いきや、こっちでこいつ火力高いからね、こいつ火力高いから、ほんでこいつで普通に攻撃して倒すと。お、まだか、しぶといなお前。オッケー、よし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 。まあ属性をねうまく理解すればもっと戦いやすいということですね。うん、さあということで、これがもらえる、クリアした時にもらえるもんね。なんかこれがね、カードみたいなもん、ほらなんか出てきたやんね。これがまあ次から使えるようになるってことね。うん、まあもちろんですね、このブラウザーゲームこう合わせていって合成して強くするとか、まあもしくは進化させる、そういったことができる、まあ、ゲームになってますね。でやん、まあ話がねどんどん進んでいきます。これ第2話とかいったら、この、まあ、豊臣秀吉とのね、このストーリー展開が見られるんですけれども、ちょっとまずガチャ引いていい？なんでか言うたら、こうイベントしてるんよね今ワイワイがやってる時で。この10連ガチャ
これ10連ガチャが40個で引けるって言って、わいわい83個あんのよ。1回限りやけど、これちょ、1回ガチャっていい？俺ガチャってやんのあんま人生でないねんやけど。1回、どうしてもガチャがしたいねん。やらして。1回行くよ。よし、行くよ。あれ？ないこれ。ああ、そう、無償の言霊40個ね。優勝の言霊って多分こう課金した時に得られるもんやと思うけどね。よっしゃ、行くよ。俺こういうの やりたかった、1回。オッケー。おら来た。あ、これ来てたやつや。これ激レア激レア激レアとか言ってきたのに、あ、ボタン押すの、はい、押すんですね。押すんです、はい、来た。何？うわ、パッ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 鳴った。おら来た。何これ、青とか黄色とか、何これ、金色がいいの？最下集の実力見せてやるよ。的場源四郎、源次かな。おー、いいやん、星4つ来たやん。いいやいいやん。お前ものすごい乳はだけそうやな、これ。いけるか、戦えるか、お前ちゃんと。あ、強いんちゃうこれ。いや、わからへんけど、俺。これは何色のやつが、ほんで、あれなん、青のやつこれ。金色のやつ。まあ、次行く、次行こうか。戻るでええのか。おっ、大阪正信こと、おっ、春日トラツネ。春日、ここに長谷さんじましたわ。春日トラツネ。あ、そう。こいつすごいな。忍者みたいな格好してるな。あ、こいつもいいやん。え、俺の持ってるやつが全然カスみたいになってきてんやけど。あ、そう。ちょっと次も行ってみる。こいつでも星3つやろ。あ、これね。お、信玄こと。あ、信玄やん。嘘。え、ほんま。風林火山持ってるやん。俺武田信玄は唯一武将で好きやねん。あ、ほんま。え、これはちょっと俺嬉しいかな。全然めっちゃちょっと可愛いらしすぎるけど、武田信玄にしてはものすごい。あ、そう。ちょっと次のやつも見るじゃん。明智光秀です。明智光秀、来ました。術者ですが、あら、よろしくお願いいたします。あら、ほんと、みっちゃん引いた。これやばいんちゃう、おだけやばいんちゃう、おだけやばいっしょこれ。あ、そうそうそう、まあいいわ、ちょっと後で見てみよう、能力。次青やろ、次青や。山田有信よ、仲間になった以上は仲良くしてちょうだい。何そのツンデレな感じ。仲良くするよ、それ一応や、仲良くするけどさ。まあでもこいつも俺知らんけど、山田有信、もしかしたらこれ偉い人は知ってるかもしれない、山田有信って。どうもどうも、こんにちは。鍋って呼んでくれていいのよ。どうやってお前鍋って呼ぶねこれで。どう略して鍋やねんお前。難しいわ逆にそう読むの。あ、そう、こいつもなんか強運員さん。この人普通にあれやな、普通にちょっとあのお姉さん系でいい感じの顔してる人やな。タレメで、斉藤義達よ。あら、せいせい仲良くしましょう。おう、なんかこいつあんまやる気ないな、やる気ない感じやな。これでもなんかシンプルな感じのこのなんかいでたちの方が好きやっていう男性も多いんちゃうとか思うよ、ワイワイは。はい、次行こう。兵法指南役を務めさせていただきます。うん、柳生宗則と申します。あー、則って読むのこれ、柳生宗則。ああ、そう、へえ、徳川家とか書いてるね。そういうのがあるんだね、やっぱね。だから詳しい人は知ってんねやろな、柳生宗則。おお、あ、次黄色や、黄色。記録者、うわい角剣、ここに参上。角剣、あ、そう、こいつ、あ、俺こういう髪型好き、こういうの。あ、いいやん、おしゃれ。掃除で可愛らしいな、基本的に。こ、属性をね、さっきからちょっと見てないから属性見ていきたいんやけど、やっぱ属性の組み合わせが必要やと思うからね。で、最後、家16代当主テルムネ、出羽は米沢より参った。伊達テルムネ。ああ、そう。あ、いいやん、こいつ。すごいな。もう、こいつぐらいちゃう？この、弓矢をちょっとペンみたいな感じで可愛くあしらうの。まあ、伊達家って書いてるね。あ、いいやん、いいやん。ちょっと待って、俺、今まで使ってきたやつ全然なんかもうどうでもよくなってきてんやけど、それやったら。7体もオーバーしてんの？おっしゃ、トップの画面が風林火山の、信玄校になりましたけれどもね。信玄校でちょっと行きたいなと思います。あと、まあ、この任務とか贈り物とかっていうところでね、なんかプレゼントボックスみたいな感じでいろいろもらえたりとかしますね。任務も達成していくと、また言霊をもらえるみたいなんで、とりあえず言霊が50個あればもう一回回せるらしいよね。だからちょっと言霊とあと2個やん、ほら、あと2個ちょっと何とか貯めたいのよな。さっきのストーリーの続きをね、ちょっとやっていきましょう。はい、来た、初勝負。うわー、来たね。信玄校どんな技持ってんのこれ。闇属性か。おお、 20% の全体攻撃、中確率で沈黙効果を付与。味方いった単体にいったの無敵効果を付与。無敵効果を付与か。おお、まあ普通に攻撃してみよう。いや、これはみっちゃん、みっちゃんや、これ水秀のみっちゃんね、これで水やからね、まあ水と水やからあんまり有利ではないけれども、 200% の単体攻撃、
味方の、戦闘不能から復帰し HP42% 回復。あ、補助系ね。いいじゃない。あ、来た、敵将出現。よし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 、まあこれ普通にいけるでしょ。これね、ちょっと技使っていこうか。な、これ 120% の全体攻撃と沈黙効果を付与。ちょっと使っていく、一回使ってみよう。早きこと風のごとく、いただきました。おいおい、風もクソもない。やりたい放題。これは、あ、これ 20% の 水単体攻撃。ボッコボコや。これは闇属性で 142% の単体攻撃で、これは 102% の全体攻撃。おお、これ単体攻撃いきましょうか。じゃあ、おお、いいじゃない、いいじゃない。最後これね、これ一番右の 180% の単体攻撃。オッケー。いや、これは全然いけそうですね。はい、あとね、戦闘開始したんですけれども、これ自動特技なしと自動特技ありがあって、まあこれはね、適当に攻撃してくれるっていうね。あとこの通常っていうところで倍速にもできるっていうことですね。だからあんまり強くない攻撃的な場合はね、こういう風にやって放置するっていうのもまあ一つの手かなと思いますね。うん、ちょっと待った、こいつは、お、こいつなんか 人の形してるな。これじゃあちょっとワイワイが射止めようか、射止めようか。ワイワイが、こいつ光属性ちゃん、有利やん、めっちゃええやん。あ、じゃあこれでいこう、これで決まるんちゃう。あ、めっちゃいいわ、よかったよかった。あ、来たね、うん、絶妙な式でしたね。さすが私の旦那様です。勝手に決めるな。うん、くー、この私が負けるなんて悔しいですわ。めっちゃピースしてる。今邪魔だったのに倒しちゃいました。悔しいですわ、あの去り際のピースな、これ。ちょっと黙ってて、うん、今愛を語ってるんだから。ちょっと黙ってて、もう向こう行って。一言も語ってねえ。こいついな、主人公。その時織田信長がやってくる。それを見てすっと物陰に隠れる。あ、そうか、信長公の一応あれやもんね。はい、てなことで、まあ鈴木のストーリーが気になる方はぜひプレイしていただければなと思うんですけれども、ついにですね、51ということで溜まったんですよ。いやー、ガチャ回すためにやってるわけじゃないんだけどね、ただ回したいんだよね。これ一回回させてもうていいっすか、10連ガチャ。いやー、これやな、これが一番いいやつやな。よし、行くよ。とりあえずこれで星5を1体確定するかららしいから、行くよ。よし、行け。あ、来た、この新人のやつな。これコースタイミングとか考えるよね、いつも。アプリとかで俺も考えちゃうよね、いつも。オッケー。そうだった、どう、弾の数。青青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 ハチスカ。人呼んでコロク。ハチスカ。参上だぜ。コロクってお前。こんにちは。おう。マー姫と言います。マー姫。よろしくお願いします。まあ。私は森義成。おう。信長様にこの身を捧げる覚悟だ。あら、かっこいい。お前も付き合うか。どっちの意味で、どっちの意味で。人は私を終わりの虎と呼ぶ。本当。まあ、悪くはないな。あら、これなんか清楚系やね。清楚系ギャル。私はあなたが気安く触れていい女ではないの。よどぎ、覚えておきなさい。え、よどぎみ、これ。よどぎみ。この朝日奈康義。うん。我が知略を持って、うん、主らを導いてくれよ。飛んでんのか、飛んでんのか。どうも、織田一の神家の信方です。よろしく。孫、ひ孫あたりか。はい、ちゅうことで、えらい可愛らしいやつらになりましたけれどもね。まあ、ワイワイのパーティーは、まあ、一匹目って言ったらやるやんね。一人目が、この武田信玄公ね。うん、まあ、信玄公はね、ワイワイも本当に昔から好きなやつでですね、この風林火山のこの4文字はね、まあ、多分一生忘れない。まあ、こんなに可愛くしてもらったら、なんかちょっとこうね、わからんでもないわ。韓国とかって言うて、ワイワイは今までやってこなかったけどね。確かにこういうゲームにこう、ハマるっていうのもわからんでもないね。で、これがまあちょっとこうおぼこい感じのね、いやー、これ手に入れましたけれどもね。まあこれもレベル上げていったら強いのかな、まあ、ちょっとわからないですけれどもね。うん、あとはまあここ星4つですけれども、いやー、彼もね、彼女もね、的場源次郎、ちょっとボーイッシュな感じで、いやー、こういう風なキャラクターのこうなんていうんやろ、惹かれるところ。こんなワイワイもね、絵描くんですけど、こんな絵は描けないんでね。いやー、こういうのやっぱ絵に力あるな、絵に力あるわ。これ光秀ね、光秀いっちゃん強いかもしれんね、もしかしたらね。パラメーターとしてはかなり、いい感じのパラメーターのね、光秀も引くことができました。ちょ、これイベントっていうのやってみていい？俺イベントっていうの全くやったことないんだけど。おー、何これ、なんかめっちゃあるやん。あ、こんなんがあんの。
お、すごいすごい。開催まであと56分とか書いてるね。イベントだか、こう1回だけ開放可能とかあるね。こんなんとか1回、あーなるほどね。ちょっと待って、いろいろ選べるんやったらちょっと見てみようか。これ行ってみようや。隠し金山、これぐらいでいけんじゃん。無理かな。はい、戦闘開始。あら、猫敵。あ、ちょっと待って、これいいやん、全部有利やって。基本的に全員光やねんね。お、一発めっちゃ強いやん。あら、もったいないことしたこれ、もしかして俺。あ、こいつ属性違う。あ、一緒や、属性一緒や。ちょっと待てよ、こいつ普通に攻撃したらどうなる。あ、倒せんの。あ、いいぞ、これいいぞ。これとかは 214% どう。もう私の前に立たないで、消えて。消えてはあかんか。これでいけ、どうや。お、決まった。お、楽勝。何を喜んでるの、当たり前のことでしょ。さあ来た、上級戦、勝ってみせるぞ、これくらいは。よーし。いや、前にちょっとこれ使って結構良かったから、後に残しときたいね、逆に。普通にこれ戦って倒すやろ。倒すっしょ。オッケーオッケーオッケー。いいやんいいやんいいやん、通常攻撃倒せるやろ。次もいけるやん、これ多分3分の2も多分そんな強くないと思うよ。そう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 。いや、逆にさ、新元号は奥です。いいね。おし、ちょっとミスだけどね、倒したね。オッケーオッケー。いやー、こう新元号の能力が光ってるね。よし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 。最後どう、決めちゃうよ俺、新元号のこの技で決めちゃうよ俺。風のごとく、うわ、風のごとく終わるんじゃん。風のごとく終わった、3分の3来ました。お、どうなんのどうなんの、これ光秀は頑張りました。はい、ということでいかがだったでしょうか。非常に可愛らしいゲームですね。可愛らしいゲームというか、まあ内容としては可愛らしいんじゃないけれどもね、映画ね。まあワイワイはこういうイラスト系のね、あのゲームしてくることがなかったですし、まああえて会話も見ることはまあまあ今までなかったんですけれども、まあこうやってね見てみて、まあやってみたらね、なかなか面白いな、ブラウザーゲームも、とそういうふうに思いましたね。まあぜひ皆さんももし時間があってね、興味持たれた方はやってみてくださってはいかがでしょうか。